い、どうもピアキングです。今日もトロールコースを一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースレベルイズサスということで、トロールコースをやっている中でよく出てくるこのサス、サスペクトの略で怪しいっていう意味なんですよって教えてもらいました。よく忘れるんで何度も何度も教えてもらいましたね。そしてこのコースはトロールでは珍しくオートスクロールと音楽って書いてるんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.07%。 そんでサムネがアマンガスだったじゃん。アマンガスっていう人とアモングアスっていう人、2パターンの方いない？たまにはあ開幕熱っ、ぬか喜びだよ。動かなかったら避けれたって思ったらさ。それじゃあこのハテナは何？いやなるほどね、ここはすぐ右に行けっていう感じで。このブロックはなんもないね。あぶね、また出てくんの？あいつしつけえね。お前はいつもしつけえんだよ。ここは一旦ジャンプして魚を出しておかなきゃいけないんじゃないかな。そんでオンオフしてすぐ土管に入る。これで合ってると思います。それじゃあ進んでいきましょう。あれ、そういうことしてくるわけね。ただ僕はまだ希望を捨てちゃいないぞ。この下何がある？豚この豚野郎が。それじゃあここは魚を出してオーブをしてキノコを待っておけっていう感じでしょ。もう僕は全て見切りました。ここで行を避けてこのキノコを取って土管に入っていく。さあ次に進んでいきますか。これでブロックが壊せるっていう感じだね。さあ行きますか。これで先になるほどね、今度は USD キノコが出てくるっていうわけね。でも僕は希望を捨てちゃいないよ。豚もういいや。まあまあ僕に USD キノコなんて与えたら無双状態に入るからね。みんな見てて。トゥルルテテ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 テこの USA キノコを取った時の音楽ってさ、マジで神 BGM だと思わない？もう全てのマリオの曲の中でも神曲ランキング28位以内には絶対入るよね。それじゃあさ、あそこ左下って書いてるから一旦左下行ってみようか。そしたらなるほど、これで土管に入れるっていうわけね。さあ次は走っていく、いや歩いていこうか。今日は歩きます。いつもだったら走るけど、そして土管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 コインはいらないって。頼む、誰か僕をやらせてよ。お願い、誰が。それじゃあここは真ん中ら辺でとどまっておけっていう感じかな。そしたらこの辺が確か開いたよね。あれ、あかんね。一旦右って左行けみたいな。あ、なるほど、これでよかったのか。これで右上のこの扉に入れるっていう感じで、そして左 CP1 って書いてるからさ、多分この扉に入ればチェックポイント1が待ってると思います。ゴールなわけないよな。あれ、あ、右に今行けるんだね。そして左はブロックがあるのか。あ、いやいや、こんな罠には引っかからないよ僕さ。無事中間ポイントが手に入れました。あの資格はなんだ。一気アップか。皆さん無事に世界一の歯を手に入れることができました。これで一旦やられてもその場で生き返ることができるね。さあこのスネークブロックに乗って何もしない。俺動かんね。じゃあこのフラワー飛んでいいのかな。この音楽はやべえやつだ。上に行けみたいな。いや、これ死に耐久だね。なるほど、もう大事にやられろっていう感じで。これでもそんな難しくないよ。制作者さん、ずるいな。こんなんじゃ僕満足できないよ。それじゃあここはさ、右下に行ってよかったんだよきっと。そしたら、うわ、ドスが来そうだな。いや、僕は何もしてあのドスはきっと何もしてこない。うますぎ。そしていや、僕はまだ右に行けるよ。こっから一旦右に行って、こいつが
何もあるわけねえだろ。いや、まさかさ、この下からブラパが出てくると思わないじゃん。あ、ここ氷になってんだね。だから溶かしてブラパが出てきたっていうわけか。この資格は信用していいのか。信用してよかったっぽいで、ね、それじゃあここは溶かしてこのドアに入る。それで合ってる。え、これでいいの？急に伝わわからんやろ。ずるいって、たまにそういうのあるけどさ、何よこの新耐久だろうのちくわブロックを落として下で逃げた。なかなか面白いじゃねえか。ここは、ここはつらら落として下に行けと。頼むって、まるまる邪魔しないでって。いつもはバレちゃうけど、バレもいるな。今日はバレ機嫌が良かったみたいだね。ここさ、僕気になってることがあって、一旦下に行って何もしないでみる。そしたら、いや、何もなんないんだね。じゃあこの扉入って上を失敗しろっていうことか。そんでこのリンクを取っていいのかな。いや、もう取るしかない。そして突き刺しで行く。どこに行く？Pスイッチ押して。ダメめってテレさん、何よそのギリギリな感じ。自分から当たりに行かないけん感じ。それじゃあここは左の Pスイッチはダメだったね。なんで右の Pスイッチを押してみる。そしたら、え、右に。あの左行けないから、これ抜けれないから。こういう一発マリオあるよね。僕は抜けたいと思います。数々一発マリオやってきたもんね。スーパーミラクルローリングサンダー。それじゃあここは右の P スイッチを叩いてすぐ左に行ってキノコを取りたいと思います。そしてこの P スイッチを叩いたらドアに入れるっていう感じでしょう。で、戻ってきたね。この土管に入るでいいんかな、それとも下に行くか、どっちかだね。ほでー。それじゃあここ P スイッチ押してきたら右下に行けっていうことかな。そんで左の扉に入れば何か変わってるみたいな、そんな感じだよね。え、ここツタの場所だったじゃんね。うわ、今の右押しっぽしとけばさ、あの中間ポイント取れたっていう感じでしょ。くっそ。いや、でも僕は中間ポイントがいらない男、それを証明してみせたいと思います。どっちだ、右左。左光を示してんだ。こっちが僕の行くべき光だろ。天国への道しるべだったね。さっきはさ、あの扉入ったらツタがあったよね。なんで上を失敗してたんですけど、今度は右を失敗か。右を失敗で中間ポイントゲットっていう感じでしょ。今中間ポイントって言ったな。すいません、噛みました。このハテナはなんだ。デカキノコか。まあどっちにしろ取れないんですけどね。それじゃあ進んでいきましょう。で、この先リンクが出たんだけど、ギリギリで取っておけみたいな感じ。そして上に。いや、どうすればいいのよ。分かった、この左の爆弾を壊して、はっ。いや、違うんだって。まあまあまあ、気を取り直して、いや、違うんだってはもうないようにしたいと思います。ここでリンクを取って、まず放っ、さっきと違うやんかやるね、このコース。さっきと違うパターン持ってきてるよ。じゃあここでリンクを取って、この場所から爆弾を投げておこう。さっき近づきすぎたからさ、やられちゃったんだよね。これは何、そうなると思ってた。もうあの四角の枠全て信用しないでいきたいと思います。今までいいことなんて何もなかったからね。じゃあこのクッパクラウンに乗って何乗ってんだよお前が。頼むって、こっち来てよ。どうやって操縦してんだよ。まさかクッパクラウンの中にオープンブロックが隠されてるなんて思わないよね。この罠は巧妙すぎ。さあ右に閉じ込められる罠があるけどさ、ゆっくり行こうか。このスネークブロック急に絶対発動するよ。なんだここ、誰が来んのか。大番か、2対1じゃねえか。上等じゃねえか。やってやるぜ。ビビってるぜテレさん。ビビってんならこっち来んなよ。クソ、勇気を振り絞ってきやがった。いいさ、やってやるさ。くらえ、スーパーローリングサンダー。ギャー。それじゃあ次はドクロリフトに乗らんようにしていこっか。どの辺で乗ったんだろう。うわ、一番前っぽいね。じゃあ一番前だけかわして先に進みたいと思います。さあ次はキノコ、この下落ちるのかな。砲台は落
じてこなくていいんだって。またテレサと勝負しろってか。上等じゃねえか。次こそリベンジ果たして見せたいと思います。さあかかってくるがいいテレサ。そんな生ぬるいタックルで僕がダメージを受けると思ってんのか。まだまだだね。それじゃあここは右にダッシュしてキノコ取れっていう感じでしょ。そしてこのまんま上に行く。うわ、どっちが正解これ。下と上、扉2つあるけどさ、多分こっちが正解でしょ。合ってるっぽいよ。で、中の土管怪しいけど、一旦このまま右行ってみようか。そして押してすぐ右、これで合ってんじゃないの。あっつあっつ。そしてこのリンクになって、おお、押して右に行けばゴールが待ってるんじゃないんですか。さあここは下、怪しいな。下ゴールあるけど、あ、僕見えたよ。ここでキノコを取って下に行けばゴールできた。なんでよ、ねえ、なんでよ。おかしいやんか。いや、魚はいいんだって。もう出てこなくてさ、掴んでるやん、もう。こんなのおかしいやんか。じゃあさ、ここ上の方で合ってたんかな。まあ、下行ってもゴールできないってことは、もうこの土管しかないよね。頼む、こっちがゴール。ゲット&なんて書いてるんだろう。バックインドア、なるほどね。あの、デカキノコを取って赤ボカーの方に入れと、そういうことですか。それじゃあここなんだけど、このデカキノコを取って、あれ、なるほどね。ここがゴールっていうわけね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ザ・インポッシブルジャンプかっこレインボー V ということで、不可能なジャンプということでしょうか。で、サムネの見たままね、針と針の間を空中クルリンをしながら進んでいけっていうコースだと思うんですよ。いや、これいけんのかな。最速も9秒かかってるから、めっちゃ長いコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.62% で、クリア率は 1.62% って意外と高いんだけど、いまだに僕信じてないからね。クリア率 1.62% もあるなんて、それ以上の難しさがあるんじゃないの。それ以前の問題だね。いや、あの崖ギリギリでさ、クルリンするのが。何やってんだ、さっきから。いや違うんだって、本当にあのギリギリでクルリンするのが難しいんだよ。あ、ここ夜ステージじゃん。あ、なるほどね。それだったら簡単かもしんないね。まったく、夜ステージなら夜ステージって書いててくれよ。 This is the night stage featuring ピオキングみたいな感じでさ。これクルリンのタイミングマジで重要だよ。崖から離れた瞬間にする。これなかなかいいタイミングできたんじゃない。そしてこのクルリンを連打する。くっ、スリル満点だね。頼む、間に合って。ギャただ僕思うことがあってさ、最初からジャンプしてクルリンしていけば簡単にクリアできるんじゃないかなって思うんですよね。ほら、さっきと違ってさ、だいぶ下との余裕がない。かしけ。かしけすぎるぜ。ピオキング、このままゴールへ行きましょう。天国というゴールへね。いや惜しいね。あと1クルリンでゴールできたよ、絶対今の。ただね、これ正規の生き方じゃないと思うんだよな。でもね、こういうコメントがあったことがあるんですよ。正規の生き方じゃないにしろ、それは攻略法を見つけたとして正規の生き方になるんじゃないんですかみたいな、そのコメントにすげえ納得させられましたね。やっほーどうもありがとうございました。いや、ちょっと待って、最初からジャンプしないでこのコースをクリアできるか検証していきたいと思います。多分クルリンのタイミングを早くしていけばいけると思うんだよね。ただクルリンのタイミングあんまり早くしすぎるとさ、途中でクルリンできなくなって下に落ちる時あるから注意しなきゃいけないね。これはいけるんじゃないの。最初のジャンプなしでこれはいけたんじゃないんですか。やっほーこれもしかしたらベストタイム狙えるかもしんないね。ちょっとガチで狙ってっていいかな。狙うために無言でガチで集中するね。来たんじゃない。これは最高のベストタイムだと思うよ、きっと。いや、9秒ってどうやって行ったのこれ。
謎すぎでしょ9秒は。どっかにスターか何か隠されてんじゃないのこれ。9秒は絶対無理だよ。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。